はいはいはい。あれ、なんだ、本当に誰だ。はい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 よはいよはい、はい、どうも。あれれれれれれ、西本さん。亀梨さん。西本さん、どうしたの。あ、この時間いないかなと思ったけど。いるいるいる、今日いるよ。今日今日休みなの。今日休みよ。休み、どうしたの。珍しいね。私もね、ちょっとね、今日暇だからちょっとこう来てみたらね。あれ、そう、そうなんだ。わざわざそう来てくれるの。あれ、この前ありがとうね。この前ね、そうめん送ってくれたでしょ。そうめん送ったな。ああ、食った食ったよ。うまかったでしょ、あれ。あれ、うまいね。あれ、どこの。あれはね、あれ、どこだな。関西の方のね、そうめん、うめとかあんだよ。あ、そうなの。そうそうそう。あれ、あれ、おいしいね。あれ、俺、びっくりして。なんちゅうの、この、すごい喉越しがいいっていうかさ。そうだよ。そうめんで。そう、でも、結構、麺もしっかりするんだよ。うん。そう。あれを、よく食べてんの、おうちで。いや、あの、知り合いの人が送ってくれて。うん、そう、うまいからっつって、でこれはで大量いっぱい来たから、うん、でも西本さんにもと思って、あ、そう、それで、それでよ、あれ、あれがさ、うん、でこれもうこれ聞いてほしいんだけど、うん、あれがすごい美味しいもんだから、うん、あれをもう本当大量に買って、買った、でその何、近所の人に、うん、これ私が発見したんだよっつってこれ、あて、あて、ずるいね、あんた。あ、私が見つけたのに、あれ。テンション上がってね、そう。あんたの手柄にしちゃったの。そう、私の手柄にしたよ。あ、なんでよ、俺が送ってくれたよ、あれ。でもみんなね、すごい美味しい美味しいって。やっぱみんな美味しいって言ってる。だってあれ美味しいもん、あれ。なんでよ、あんたの手柄にしたの。あれ、でも、あれかい、直接買いに行ってんの、どうなの、あれは。あ、直接もや、あれ地方の方だからよ。うん。買いに行けねえんだよ、あれ。あ、ネットで注文してんの。そう、ネットで注文してるけど、無理だよ。あれ、そうなんだ。あ、うん、これもそうだよ。それ、知らないのかなと思って、その、知らなかったら知ってる。知ってる、さすがに、行かねえよ、あんな、遠くまで。カメラさん、ネットとかできないでしょ。できるよ。なんで、こんな白髪頭なのね。何するんだよ、お前。白髪頭の人間がこれできないよ、ネット。なんで白髪頭の人間ができるんだろう、お前。白髪頭の人間はネットを使えないだろ。おしゃれですね、おしゃれで。うん、それはおしゃれなわけないだろ、お前。それはおしゃれですよね、お前。年食ってんだからよ。西本さん、あれだ。そんなことじゃん。そんなことじゃん。もう分かんない。あ、いいの？せっかく来てくれたんだからよ。あ、いいの？いい、いい。ああ、ありがとう、ありがとう。おお、そうそうそう。ちょうどあれだね、天気もね。なんか、うん、すごい前まで寒かったけど、なんか、ちょっと暖かくなってきてね。いい、いい、いいよ。わかんない。おい、来てくれたんだからさ。うん。分かんない、分かんない。いやー、さ、カメラさんの家に入るの久しぶりだね、やっぱね。お、そうだな。餃子で、その前が、カレーと。で、その前が餃子で、その前が、春巻きだったかな。でもね、あれだね。中華多めだね。なかなかね、カメラさんとかね。まあ、中華好きよ。うん。うん、中華好きだからね。それ言ってんの？その、献立を、その、ね、どういう感じにしてんだい？その、カメラさんが、結構中華、お召しぶれというふうに言ってるのか、その奥さんが、奥さんが中華、あ、そうなんだ。奥さんがもう、なんか得意なの、中華が。あ、そうなんだね。そうか。でもやっぱり、あれだね、結構品数が多くてね、すごいテンションが上がるね。そうよ、食べてる時にね。西本さんよ。西本さんよ。あれ、すごかったね、WBC。WBC な。ああ、WBC の何？練習試合。練習試合な。すごかったね。ね、大谷翔平。うん、大谷翔平っつうの、うん。大谷翔平すごかったよ。一緒に見たよな、それな。膝ついてホームラン、うん、打てる。あんなの、日本人。我々、同じ日本人と思うよね。西本さんよ。西本さん。何、申し訳ないけどよ。おう。そろそろ。おう。なんか言いそうだね。重要なこと言いそうだね。そろそろ。おう。なんだ、帰ってくんねえか。え、そろそろ帰ってこねえか？なんでだ？ん？いや、そのなんでだっていうのはあれだけども、かれこれ、西本さん。なんかすごい剣幕。
あ、いやいや、その、あれなんだけどよ。あんまり見たことないね、この上村君は。上村さんは見たことないよ。その、すごいいっぱい喋ってくれて楽しい時間ではあるんだけども。ただ、ただ西本さん、フラッとうちに久々に会いに来たと思ったら、一週間うちにいるのは違えよ。え？一週間はちょっと、さすがに、長えよ。え？え？あんたうちで今、六泊してんだよ。そうなの？そうだよ。え？で、飯も毎日三食しっかり食って。美味しいよね。うまいよ、うちのは。うん。うちのはうまいんだけどもよ。うん。ただそうじゃなくて、うん。あんたはずっと話すもんだから。うん。で、全然帰らないもんだから、うん、あんたうちで6泊してる、うん、うん、うちもそのもう一人分の食費、うん、そんなあの余裕のある生活でできてないから、うん、そうなの？それはもうさすがにちょっとこうねえ、帰ったらどうだいっていう。あ、これちょっと穏やかじゃないね。ちょっと待ってよ。これ聞かせてもらうからね。でもあんた風呂もしっかり入るじゃないのよ。おお、風呂もこれ、うん、私はね、これ絶対風呂は入らないといけないタイプだからね。もうだったらあんた、うん、自分家で入ったらいいじゃないのよ。いやー、ちょっとね、いやそうかいそうかい。あ、そういうことなんだね。あんただって、うん、え、1週間前にさ、うん、お久々に休みかと思っているかと思ったら来たよっていう、うんうんうん、あのテンションで来て1週間、うん、うちにずっといるわけじゃない。そうだよ。え、もう、いつの間にかその座椅子もあんたのものになっちまったよ。ああ、そうかい？そうだよ。私がずっと使ってたその、私の愛用の座椅子を、うん、西本さんがもう平気な顔でそれに座るようになっちまったよ。ああ、そうかい。それにしても、あの、そうめんは重いね。それにしても、あんた、そうめんの話戻んのかい？あ、何？あんた一週間前に最初にしたそうめんの話戻んのかい？あれはどこだったっけ？あれ、場所どこだったっけ？地方のそうめんがうまいとこがあんだよ。おうおう、関西の方だ、あれ。それ、あれ、あれ、神戸かな？神戸の方にあんだよ。神戸の方のやつを、うん、そう取り寄せてると。それ、あんたそれ、地元？あんた、それも、それ話してじゃないの？それ直接言ってんのかい？直接言ってねって言ってたのかよ。言ってないんだよ。ネットだよ、ネット。あんたみたいな、そう、白髪頭がネットでできるのかい？あんたこの一週間でその石に何回すんだよ、あんたみたいな、白髪混じりのおじさんがネット。おしゃれだよ、おしゃれでやってんだよ。おしゃれでやってんの？おしゃれでやってんだよ。うん。やかましいね。何回もやってんだよ、この間に。西本さんに、西本さんよ。何あ、でも、その、家、帰んなよ、その、奥さんとか大丈夫なんかよ、奥さん。あ、奥さん、まあ、何も連絡来ないけどね。何も連絡来ない？うん。あの、携帯電話置いてきてるから、家に。うん、だから、何も連絡が来ないよ。あんた、携帯電話置いて1週間帰るのに心配されてるよ。それ、でも、奥さん、ね、見ないけど、大丈夫？あなた、神村さんの奥さん。なんか、途中からこう、ぱったりこう、顔見なかったけど。西本さん、申し訳ないけどね。うん。うちの奥さん、うん、実家に帰ったよ。え、実家に帰った？うん、何だか分かるかい？え、なんか仕事ついたんかい？違うのよ。西本さんがずっとうちにいるから、リンゴ農園じゃないのよ。え、西本さんがずっとうちにいるからだよ。え、西本さんがずっとうちにいる。で、西本さんの分のご飯も作んなきゃいけない。それ俺のせい？まあ申し訳ないけどそうだ。西本さんが帰ってくんないと奥さん戻ってこないんだよ。それ言わないと。それ。いや、それ。え？言わないとね。それは私のせいかい？いや、それは私の気持ちだと分かってくれよ。あんたが楽しそうに話してて、そこを帰ってくれて。楽しいんだもん、それ。いや、それ楽しんでくれるのはありがてえんだけどよ。さすがにもう一週間もいられたらよ、こっちも。ちょっともう、このな、なんていうか、居心地が悪いというかな。いや、はっきり言うで。もうそれはもう、だって、まさかだもん。はっきり言うね。で、思い出したけど、やっぱあの、マツコデラックスははっきり言うね。やめてくれよ。また何か違う話を広げないでくれよ。マツコさんははっきり物事言っていいよね。あの、マツコさんの話はもう終わりだ。マツコさんの話は。見てる。マツコ会議。見てるよ。楽しいよね。楽しいけど、じゃあな、マツコ会議。いや、もうやめてくれ、もう。うん。その、また、新しい話題を次から次へと生み出さないでくれ。ああ、そうなの？なあ、あんたそれでずーっと続いてんだよ、この一週間。続いてるで思い出したんだけどさ。また思い出した。ドラゴンボール続いてるよね。ドラゴンボールはわからん。あれ、ドラゴンボールはあれ、一回だからドラゴンボールなんだい？Z で GT。
あれだね、GT の次があんたは趣味が多いね、貝、うん、いろんなことをつなげられる、あんた趣味が多いんだ、うん、これはすごいよね、素晴らしいことだと思うよ、思わなかった、うん、見てるかい、いや、私は見てないよ、あ、そうなんだ、うん、私は見てない、申し訳ない、そうなんだ、うん、だからあんたについていけないわ、会話が、うん、あんたも本当多趣味で素晴らしい。ついていけないで思い出したんだけどさ。ついていけないで思い出せる？この前動物園であのペンギン赤ちゃんが全然ついていけなかったんだよ。ペンギン赤ちゃんが、親ペンギンの後ろこうついていけたんだけど、あれペンギンってあれ不思議だもんだね。それは可愛いね。そう。うん、それは可愛いと思うよ。生まれた時からお母さんこう認識してさ、うんうん、こう親にこう。ね、ついてく。ああ、動物ってのも大体そういうもんだな。そう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 。うん、やっぱパッと最初に見たのがもう親だって。あれ、なんか知ってるか、あれペンギンってよ、こう、足こう下にちょんってするんだけど、うん、あれ実は足折り曲げてんだ、あれ。そう、あれ、ほんと、もう骨がこうな、うんうん、中にこう折り曲がってんだ、あれ。なんか折り曲がってんのかい？そう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 。あんたすごく物知りだね、あんたね。うん、こういうので私もちょっと楽しませてもらってはいたけどもさ、さすがにもう帰ってくんねえか？帰る？さすがにちょっともう、奥さん、だって携帯置いて1週間帰ってこなかったら、ちょっともう大変なことになってるよ。警察沙汰なってんじゃないか？いや、警察沙汰になってたらこれ大変だよ、ことだぞ。大変だよ、だって携帯。連絡したくても取れないんだよ。うん。奥さん、あんたに会いたがってるよ。うん。うん、それなのにあんた帰ってこないからさ。うん。帰ってあげな。帰る？うん、帰った方がいいよ、あんた。いやー、それでも、まあ、今年になってなかなかあれだね。地元帰らないね。地元帰らない？うん、なかなか地元帰らないよね。私は今、地元の話はしてねえんだよ。どうだい？それ帰ってるの？いや、それ私帰ってないけどさ。あ、帰ってない。地元どこなんだい？ああ、ダメだ！また広がるから！それまた広がっちゃうよ！おう。それ答えたらまた広がっちゃうんだよ！広がるってなんだい？あんたが会話の広げ方が上手なんだよ！え、そうなの？嬉しいね。そう。だからずっとうちに一週間、広げて広げて、うん、あのそうめんの話から、もうずっと途切れることなく。そうめん、そういえばあれ、それあれ美味しいね、あれね。それはあんた、あれそれは話、うまいとかじゃないよ。これ、あれ、たくさん買ってさ。物忘れが激しいだけだ。俺が、こう、見つけたんだって言って、近所の人間。だから違うってんじゃん、それ。私が見つけたんだって言ってたのね。配ってみんなこれ美味しい欲しいって言ってたよ。このくだりもう5、6回やってるよ、もうこの1週間で。これ、5、6回もやって、あんたは、これ、なんだい？一週間も話してたらさ。なんだい？やっぱりこう、知り得ない情報も分かってくるだろ？いや、それ、うん、一週間待ったらもうあんたのこともいろいろ知り尽くしたよ、もうそれ。それはあんたがまさか今の奥さんが3人目だってことも本当知らなかったしね。ああ、そうだよ。うん。それ周りに言ってないからね。ああ、言ってないな、うん。なかなか言わない情報だね。まあそれはね、わざわざ言うことでもないしな。これあんた、でもこれ、今仕事、あった？いや、それ、仕事もやってないのよ、その、まあ、ちょっとリストラにあってさ。それ、大丈夫？でもそれ、奥さんに言えてないのよ。それ、私は言おうか？いやいいいいやめてくれ、うん。奥さんに言えてないけども、こんだけ一週間話してたら、もう、なんか、そういうことまで、あんたに話しちまったよ。だね、奥さんにも言えてないことをな。おう。だから、それはもう、いずれ私から言うから。うん。うん。あんた、とりあえず、奥さんとこ戻ってやってくれ。で、この、奥さんにこの一週間の出来事を楽しく話してあげてくれ。な。おう、わかった。うん。じゃあ、もう、じゃあ、トイレだけ借りていい？あ、トイレいいよ。トイレ借りるね。うん。じゃあ、ね、ラストトイレ行ってきな。うん。じゃあ、もうね、カメラさんとこのトイレはね、すごい綺麗で大好きだ。あ、それありがたいね。いいトイレだけ行ってほしい、うん、いやもうほんと俺はどうしたもんかね、ほんとにあんなに。いやそれでね、いやもうそれでさ、もうやめてくれよな、あんだそれにしてもあれだね、そこから話し始めてんだもん。怖い病気がいろいろ流行ってるみたいでね、Z リーガー言ってたよ、うん、あんたラストのトイレ行くっつってからもう、もう2週間だよあそこから。ねあんた帰る素振りだけずっと見せるけど、ずっといるよ、あんたずっといる、ずっといるよ。ちょいちょい出かけたりしてるけどね、でだから帰る、あれ、わしは帰ったと思ってたらまたうちに戻ってくるからさ、そうだからまあお茶とかはあれ買いに行くよ、お茶とか買いに行くわけさ、近くのコンビニにこう買いに行くわけさ。
そしたらこっちにこう戻ってきて、であの冷蔵庫にこう冷やすと。なんでうちに戻ってくんだ。うん、自分家に帰ってないだろ。ちょっと遠いんだよ。ちょっと遠いじゃねえよ。ちょっとだから歩いて、帰ろうとするとちょっとだけ遠いのさ。ちょっとだろ。うん、自分家帰るなんてちょっとくらい歩け。歩けってや、こうもう年寄りでそんなこと言うなよ。年寄りで、あ、分かった、もう分かった。タクシー代払う。タクシー代払うから。あんた仕事してないだろ。仕事してないけど、あんたにまず、こと言うな。あんたに帰ってほしい。そうだ。あんた仕事してないのに、そんな収入もないんだろ。収入もない。奥さんに、申し訳ないと思わないのか、奥さんに戻ってきてほしいんだ、ほら。タクシー代をさ、あとタクシー代、その働いてもらえるタクシー代なんかそんな偉そうなこと言っちゃう。家賃払えうちの。なんでよ、そんなにうちいるんだから家賃払え。家主はあんただろ。あ、家賃払うのはあんただろ。どうぞ。あんたうちに住んでんだから家賃払え。今住んでるってずっとこう井戸端会議ずっとただしてるじゃない。あんたもうすぐ1ヶ月経つよ、うち1ヶ月分の家賃払え。世間話してるだけじゃん。世間話じゃねえよ、もうこんなの。楽しいね。もう楽しくない。上村さんと喋ってるとすごい楽しいんだよな。楽しくねえよ、こっちは。はい、帰れ。いろいろあったな。線香花火やったじゃん。あの、この前、3日前に線香花火、2人でさ。あんたが勝手に買ってきたんだろ。うん。うん、私は別に見てただけだよ、それ。いや、あんたもう、あれ、やらなかった？あんた時やらなかったの？私も、もう、全然気分が乗らなかったよ。あんたがやってるのずっと見てただけだよ。でも、あの時の顔良かったよ、見てる顔。そりゃそうだよ、奥さんの顔。うん、奥さんの顔を思い浮かべてたんだ、ずっと。奥さんはこう帰ってこないんだよ。あんたがいるからだよ。え？あんたがいるから帰ってこないんだよ。居場所は分かってんのかい？だから実家だって言ってんだよ。それ物忘れがひどいんだな。それしっかり調べた方がいいぞ。それは、この年になってら、そういう、あれもあるからな。他の男に、こう、色目使ってる可能性もあるぞ。いや、あんたがいるからだよ。あんたがいるから戻ってこないんだよ。そういうのをしっかりしとかないと。そういうのはもう、分かってんだよ、もう。西本さんのことは生理的に受け付けないって言ってたよ、うちの奥さんもう。生理的に受け付けないってもう言ってたんだね。だからもう帰ってくれ、ね。あらー、これ困っちゃったね。ちょっと待ってくれよ、もう。困っちゃったね。困っちゃったね、じゃねえよ。早く帰ってくれよ。もう帰り、そんだけ言われたら、まあ、それ帰らんでもないんだけど。あんたが帰ったらもう全部解決すんだよ。解決じゃん。あんた仕事これどうすんだよ。それはこっから私の問題。私の問題。うちの家庭の問題はあんたが一旦帰る。俺が帰ったら仕事をそれ解決するのか。私の仕事はもうあんたに関係ないの。関係あるだろ、こんな仲いいんだから。ないわ、だから。もう関係ない。この仲いい、いい関係性なんだから。もう仲いいと思いたくない。もう、あれ、一生分話した。もう一生分話した。いや、それは一生分話した。もういい、帰ってくれ。いや、それにしても、そうめん美味しいね。やめてくれ、もう、そうめんの話は。そうめんのさ、あれ、どこで、あれ、どこだっけ、あれ、どこだったっけ。会話だけずっと続かせて、学習能力が一つもないな、あんた。どこだったっけ、あれをさ、また取り寄せたわけさ。北海道だよ。北海道じゃねえだろ。え、北海道じゃないって言ってただろ。なんか、違うとこ行ってたぞ。北海道だよ。北海道じゃねえよ。じゃあ何言ってんだ、あんた。まあ、ボケちまったのかい。あんたがずっと同じこと聞いてくんだよ、だからね。もう帰ってくれよ、本当に。それでよ。で、みんな近所みんなに。それでよ、やめてくんねえか。その。うん、それでよ、やめてくれ。配るかせるやつ。配ったわけさ、みんなに。分かったら聞いたよ。で、そしたらみんなうまいうまいって。うまいうまい。こっからなんだけど。うん、俺があんたが見つけたってことしただろ。俺が見つけたんだ。でも知ってたよ。で、みんなに言ったのよ。そしたらもうみんなはすごいねってなってよ、これ。もうそれ何回も聞いてるから、もう。うん、もう、はい、帰ってくれ。帰る。分かった分かった。とりあえず帰るわ。帰るっていうか、まあ、とりあえず、あれだな。よしよし、じゃあ荷物まとめるよ。荷物何も持ってねえだろ、あんた。うん、じゃあよ、荷物まとめるからさ。ああ、よし。その時に言ったわけさ、そんな顔してんだらよ、おめえのさ、友達もどんどんいなくなっちまうぞっつって。そしたらよ、そいつが何つったと思う？そいつが何つったと思う？そしたらよ、うるせえおめえに関係あるかだっつって、そんなこと言いやがんだよ、あいつ。なあ、
あんだけこうよ、こう目かけてやったやつをよ、そんなことをまさにな、飼い犬にこう噛まれるじゃねえけども、そんなことあるかい。え、いやー、びっくりしたね。わしのな、あんなに可愛がってるあいつがよ、まあまさかあんなこと言うとは思わなかったよ。あんたもう早く吐け。ずっとよ、なんかもうなんかこのご時世でさ、俺もうなんか目いっちまってよ。西本さん、毎日酒飲んでるよ。西本さん、毎日酒飲んでる。あんた靴履き始めてもう2日だよ。なんかよ、ずっと履けねえだよ。なんかさ、うん、なに、靴履けねえな。靴を履くの、履け。いやー、ほんとによ。いやもういい、靴履いて、クロックス履いてけ。うちのそのクロックスでいいから。いやいや、それ申し訳ねえよ。でもそれ履いて、靴は手に持って、帰れねえ。申し訳ねえ。クロックスでさ、思い出したからよ。もういい、クロックスで思い出すな、お前。クロックスってあれ、イオンモールに絶対あるな、専門店な。あれ、なんか、クロックスあれすごいな。夏場だけだと思ったら、あれ、冬用のやつもあるんだね。ボア素材っていうのかい？ボア素材？ボア。知らねえよ。なんか、そういう素材のやつがあるんだろ。知らねえんだよ。知らねえの？あれ、今度一緒に行くかい？行かねえよ。いいよ、一緒に行こうよ。もう会わねえよ。え？なんで？会わねえよ。会えよ。会わねえよ。なんでだよ。もう話すことはねえよ。だから、で一緒クロックス見に行こうって言ってて。見に行かねえよ。もううちにあるんだよ、クロックスは。だからこれ、夏用だろ？だクロックスは、冬用もあるんだよ。冬用。素材だってもある。いらねえよ、もう。おい、あんた、靴履けた？履けた？いや、今ほどいて、今ほどいてる状態。なんでほどいてんだよ、お前。今、ほどいてよ。これ、なんか。なんかほどくんだよ、お前。全然履けねえんだよ、これ。二日間かかっちゃっちまったよ、これ。これ家帰ったら、これあれだな、そうめん、これ今日食べるか、これそうめん。そうめんの話やめてくれ、そうめんの話やめてくれ。そうめんよ、あれどこでうまいの送ってくれたよ、あれよ。あれそうめんよ、あれどこで買ったんだよ、あれ。あれどこで、あれうまいな、あれ。あれよ、俺取り寄せてさ、で、近所の人たちに配ったんだ。そしたらみんながさ、お、これ美味しいねって言うからさ、あ、これ俺が見つけたんだよ、つって。で、みんなにそうやって言ったら、あ、すごいね、なんつって。で、これ周りに配ってみるよ、なんて言ってて。申し訳ないね。これ、手柄を、これ、俺もらっちゃったけども。そうめんのさ。ほんとにさ。最近。もしもし？ん？もしもし？ああ！ああ！え？実家にいるか？ああ、そこそこ。うん、大丈夫。え？おお！どうした？まだいる。おい！おい！おい！電話、あ、奥さんだ。奥さんだ。奥さん。うん。電話かかってきた。まだいるって言ったら切られた。あらー、これはチャンス逃したんじゃないの？あんたのせいだよ。俺のせいかい？あんたが帰ってたらもうすぐ帰ってきたよ。それ正直に言わなければよかったんじゃないの？俺が出てくまで、まあ、正直に言わなければよかったんじゃないの？そういうことだろ。なんで正直、正直もだね、あんたもな。いや、いないっつっても、あんたどうせ帰んねえだろ。いやいやいや、それ帰るよ。俺もそれさすがに申し訳ねえもん。帰るっつって、おい、じゃあもう帰ってくれ。あ、いやいや、帰る。うん。うん。はい。はい。はいはい。いえ、これをな、これを、うまいこと、これ。もうそれ、結ばんでいいから、もう今するんだ。いやいや、それで帰れ。結ばないと、これ、ちょっと遠いんだよ、うち。でも、外で結べ。外で結ぶ？そんなやつ聞いたことねえよ。聞いたことねえことはねえだろ、別に。ね、え、そう、外でお前結ぶやつなんか聞いたことねえだろ。結ぶなら、よしよしよし、そう。よし、帰れ。うん。はい、立って。よいしょ。立って、玄関開けて。こういうことかい？そう。立って、玄関開けて、帰れ。こういうことかい？そう。で、ここでどうすんだ？そう、それで開けろ、開けろ。どうする？開けろ。開けて。どうすんだ？何でどうするかわかんねえんだよ、おめえ。これで？それで、もう、帰れ。どうすんの？あ、そうすんのかい。うん、はい、はい。これでこういうことかい。そう。うん、はい。じゃあね。いやー。
人が、なんだ、なんだ、別れよ。なに、なんで、あいつ帰んねえよ。え、だ、なに、なに、もういい、別れ。いいのかい、別れ。え、で、いや、ごめんなさい、なに、ね、上がれってどういうことよ。上がる気なんかねえよ。まあ、それ言うんだったら、まあ、上がるけど。上がる気なんかねえ、ねえよ。上がる気なんかねえけどよ。うん。次の動画も見てね。おすすめ動画もあるよ。